プロ野球の試合中止判断って誰がやるん？ここ数日、台風の影響でプロ野球の試合中止が相次いでいます。ヤクルトの選手は広島への移動途中で新幹線が止まってしまい、8時間車内に閉じ込められてしまうなど、選手にも負担がかかっている状況です。8月30日から名古屋で行われる予定だった中日対 DeNA 3連戦に関しては、東海道新幹線が東京、新大阪間の運転を取りやめる影響で DeNA の球団スタッフ、選手全員が名古屋に移動できないため中止となりました。ところで、台風や雨天で試合の開催、中止判断は一体誰がするのでしょうか？通常は主催球団が判断しますが、プロ野球には連盟管理節、連盟管理特別試合というものがあります。連盟管理節、連盟管理特別試合の場合、試合開始前に主催球団だけの判断で、試合の中止や開始時間の変更はできません。もし試合開始前に中止や開始時間の変更などを行う場合には、連盟の代表者と話し合ってから決める必要があります。昨年まではコロナの影響で全試合連盟管理節、連盟管理特別試合でしたが、2024年からは通常通りの運用に戻っています。ただ事前の取り決めにより8月27日から連盟管理節、連盟管理特別試合に変更されたため、主催球団と連盟代表者が協議の上中止の判断をしています。ちなみに、試合開始後は一律で審判員の判断によって試合継続か中止かが決まります。帰宅の足が心配なので、早めの中止決定は正しい判断だと思う。今後の日程がきつくなるのは仕方ない。選手や観客の安全を考えたら、早い段階での中止判断は当然だと思います。連盟管理といっても独断ではないから、結局主催球団がやりたいと言えばやることになるんだろう。ロッテすごいよね。両チームファンも覚悟して応援に来てくれてるけど、さすがニコレ無謀だったよ。少し言わせてもらえれば、普段の中止発表ももう少し早めにお願いします。